皆さんこんにちは、モダンタイムス店長のヒロです。京都秋山地三条でライブハウスを経営しています。先日ですね、例のね三つフェス、波物語についてですね、生配信をさせていただいたんですけど、まあね、コメントくださっていた方が皆さん、よくね知っている方たちだったので、すごく冷静にというか、なんか荒れるということなくね、なんか配信ができてよかったなと思うんですけど、あの動画を出したら、3人チャンネル登録が減ったんですよ。なんでと思ってしまいましたけど、まあなんかコメントは出さないけれども、なんかよく思わない方がいらっしゃったんだなと思いますけど、まあでも自分が思うこと言って、まあ減ってしまうのであればね、まあ仕方ないのかなと思いますよ。そこを気にして、なんて言うんだろう、チャンネル登録数を気にしてね、その減ったら嫌だからとか、増えてほしいからと思って、なんかそのための言葉を選んで喋るっていうのはやっぱり私とじゃ違うかなと思うので、まあ私は私でいいかなと思って、言いたいこと言わせていただきたいなと思います。今日はその波物語についてね、配信をした、結果ちょっと思ったことというかをお話ししたいと思います。で、まあね、その配信中にね、いろんな方にコメントをいただいているんですけど、結局は、お金のことであったりとかね、なんかそういうのがいろいろ絡んでるんでしょうねとか、まあね、やっぱり主催者側がもっときちんとしないといけなかったよねっていう、まあ結論は結論で、最終的な話としては、めっちゃ1時間ぐらい喋ったんで、これをめちゃめちゃキュッてこうね、キュッてまとめると、まあこれから先ね、なんか音楽業界、まあ音楽業界だけじゃなくて、いろんな業界全てですけど、今まで通りの世の中には、まあ、コロナの前、全く前と全く同じ状況にも戻れないので、もう元に戻りたいって思うよりは前に進まないといけないねっていう話をしたんです。で、そういう結論に至ったんですよね。だからみんなに、結局私たちは音楽って本当に素晴らしいものっていうのは分かってるじゃないですか。だからライブハウスやってるわけで、もうね、それはもう必死で何とかして、ね、音楽届けようとしてるじゃないですか。でもそのやり方として、その工夫をしないといけないなって思うんですよね。で、結局はいい音楽、私はミュージシャンじゃないですよ、私はミュージシャンを応援している立場だけど、もうこの人もうほんと素晴らしいとか、もう音楽の力を私が一番ね、音楽で救われてるというか感じているので、それをみんなにも伝えたい。本当に本当に素晴らしいものなので、音楽って、元気もらえたり勇気もらえたりね、もう死にたいなって思っている日にね、ものすごい刺さる言葉があったりとか、メロディーがあったりとかするんですよね。とにかく音楽っていうのはすごいパワーを持っている。だからその伝え方っていうのが、結局ここにあるものをここに伝える方法じゃないですか。で、まあできるならばね、生の空気が、この生のコロナに分かる？この空気を伝って、空気の振動が伝わるわけじゃないですか。単なる音を聞いてるだけじゃなくて、空気が振動しているのが伝わるのがライブハウスなんですよね。だから CD 聴いたりとか、まあ、こうやって YouTube 見たりとかするのとは全く違う感動みたいなものがあるんですね、生のライブって。だからそれを何とかして届けたい。だけどその届け方っていうのが、まあこの1年2年ね、我慢せなあかんのはちょっと置いといて、その後ね、その先の話でどうしていったらいいのかなっていう話ですよね。で、それを今まではこうや
もう配信なんか考えてもなかったしね、そのやっぱりミュージシャンたちっていうのは、あのミュージックビデオはいいんだけど、生のライブはやっぱり生で見てほしいから、あんまり配信ってしてほしくないっていう方がほとんどだったんだけど、やっぱりもう配信も今はしなくちゃね、あの届けられないからやったりしてますよね。で、そうやってこうしかあかんじゃなくて、こっちから行ってみよう、こう届けるために、あのお客さんのとこ届けるために、こっちから行ったりあっちから行ったりね、あのもういろんな方向から、今まで通りじゃなくて新しい届け方をみんなで考えて前に進んでいこうぜっていうのが結論でした。で、もう一つね、その後コメントをいただいて、やっぱりファン側のそのマナーであったりモラルっていうのがあるんじゃないですかって、そのファンはファンの目線で言ってくださったんですよね。私は私でオーナーとしてイベントを作る側の立場、提供する立場で配信をさせていただいたんだけど、ファンの方はファンの目線で言ってくださいました。それを求めてたのですごい嬉しくて、あのファン側がね、やっぱり台無しにしちゃったんじゃないですかって、あのマナーの悪さだったりモラルのなさっていうのが、ああいうことを招いた、あの主催者側はちゃんとしてね、ちゃんとしてねってその声かけもしてて、そのやってたということなのに、それを言うこと聞かなかったのはお客さん側だし、そのお客さん側ももっとあの応援する側としてね、そのミュージシャンたちだったり主催者だったりっていうのを、その何ですか、貶めないようにっていうかね、振る舞わないといけないんじゃないかなって書いてくださっていて、あの、ね、まあ、私たち側の立場としてお客さんのせいにするのは絶対違うとは思うんだけど、お客さんの側の意見として言ってくださってね、いつも言うことなんですけど、あのお客さんもね、そのキャストの一人だと思ってるんですよね。ここに集まったあのお客さん全てが主役と思っていて、舞台に立ってる人だけが主役じゃなくて、お客さんも主役やと私は思ってるんですよ。だからお客さん一人一人がね、そういう気持ちでね集まってくださったら、まあ少なくともね、自分も主役なんやと思って、お客さんも楽しんでもらえたらいいなって思ったんですよね。で、そんな中でそれを感じてもらうには、私たち発信する側がすごく丁寧に一生懸命ね伝え続けないといけないなと思って、まあ、今回の波物語にしてもね、そのもう頼むで、やってや、ちゃんとしてやじゃなくて、その事前にこのなんとかしてね成功させたいんだとか、本当に大変なんだけど、まあ、そもそもね8000人入れてしまう時点でね、その気持ちがあったかどうかは謎ですけど、そのちゃんとね感染者を一人も出したくない、なんとかして、でもこのイベントは守っていきたい、で音楽っていうのはやっぱり生で届けられる状況を作っていきたい、それをするには自分たちの力だけでは足りなくて、お客さんの力が必要なんやって、お客さんの協力が必要なんやっていうのを必死で伝えなあかんなって思ったんですよ。必死でそれを伝えることを怠ったら、お客さんと主催者側だったりミュージシャンの間にズレが生じる。それは県とか市とかと主催者側の関係性も一緒と思うんだけど、それ受け取る側も受け取るだけの覚悟がいると思うんですよ。それは市とか国とかが必死にやってることを主催者側とかお店側がどう受け取ってるかっていうのと、その受け取ったものをまあどうバトンを渡していくかっていう感じですよね。それをお客さんに伝える、お客さんがどう受け取るか、でそれが伝言ゲームじゃないけど、だんだん変わっていく言葉がそうじゃなくて、思いをちゃんと伝えなあかんなと思ったんですよね。で、これはライブハウスのオーナーとして言っていいことかわからないんだけど、これから先のライブハウスっていうのは、その
客さんを選ぶではないですけど、とにかく数さえ入ればいい、お金さえ儲ければいいっていう感覚ではなくて、ちゃんと信頼関係っていうかね、お客さんとの信頼関係を築いていかないといけないなと思って、でちゃんとこの店を守ろうと思ってくださるお客さんだったりとか、ちゃんとこの店を続けられるようにね、このイベントを続けられるように応援しようって思ってくれるお客さんたちと一緒に作っていかないと、自分らが楽しかったらええわって、店なんかどうなってもええわとか、イベントがなくなっても別に今日さえ楽しかったらええわって思ってしまうようなお客さんがもしいたとしたら、そういう人たちはご遠慮いただかないとこれからはやっていけないんだなっていうふうに思いました。量よりも深さとか深みとか、そういう問題、そういうことが大事なのかなと思いました、そのリアルなライブに関してはね。だからもしかしたらモダンタイムスの経営方針っていうのが、今までねチャージも安くしてご飯も安くして500円で食べてもらってね、できるだけたくさんの人に来てもらえるようにチャージもできるだけ安くして、できたらね100人とか入った方が楽しいからね、そういうやり方でやってきたけれども、もしかしたらその数に関してはね、これから先もずっともうちょっと少ない人数を設定して、上質なサービスというか、その分ええ思いしてもらうというかね、そっちを目指さないといけないのかなと。で数に関してはそのこういう場所 YouTube だったりとか、その SNS 上での数っていうのはまあどこまでもね広がっていくもんやと思うので、数はそっちでなんとか増やせるように頑張っていって、でまあできるならばね、その配信と生のライブっていうのを並行してやっていって、で店に来る時にはもう本当にドレスコードまで言わないけど、みんながすごいおしゃれしてすごい特別な日として楽しめる一日、ものすごく楽しみにしてこれる一日っていう風に、生のライブっていうのをやっていかないといけないのかなって思いました。ということで、これからのモダンタイムスの方向性というお話をさせていただきました。これからも皆さんどうぞ、とりあえずね、YouTube の方、チャンネル登録と、高評価、コメントよろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で、お相手はモダンタイムス店長のひろでした。チェッ。